厚みどうしますか。ここら辺豪快に。はい、じゃあここら辺で。はい、焼けました。上手に焼けました。はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日はですね、お土産があります。はい、何でしょう。じゃーん、牛タン塊でございます。塊は初めて見た、ね、これでこんな感じかな。牛のベロってこんなでかいんだ。こんな感じかな。でっか。はい、おー、なんかこうして出てくると牛タンっぽい。牛タンです。タンでございます。すごいね、うん、タンって言ったら飲み屋さんとかの薄っぺらいやつ、うん、焼肉屋さんのやつは相当薄いけど、元はこんなにでかいもんなんだね。安いね。すごいね。これってなんかの普通のタンと上タンってあるけど、うん、あれって部位が多分ね、どうこうってあるの？こっちの方が柔らかくて、うん、焼肉に向いていて、こっちの方がシチューとかそういう方をやるみたいな。なるほどね。ここのね、うん、こうベロの、これが根っこの方。根っこ、こっち。うん、ね、これ根っこの方。これ先っぽ。先っぽで、うん、ここも多分筋肉が多いから、ここら辺とか硬くてこう硬いんだと思うんだけれど。あ、なるほどね。今日はね、分厚くいきたいんで、そのまま切っていきたいと思います。そのままいきましょう。はい。硬いの上等。豪快にいきたい。はい。お願いいたします。はい。厚みどうしますか。ここら辺。もうちょい。ここら辺。豪快に。はい。じゃあここら辺で切っていきましょう。仙台の牛タンは分厚いってうちの親父がよく言ったからね。どんだけ分厚いのか想像力で。わかんない。イメージで。イメージで。多分これぐらいだろうということで。はい。これでいってみましょう。大きいよ。これはまだこうタンって感じがするんだけど、この太くなってくると、ステーキ。本当だ。牛タンステーキだね。思わずさ、力入っちゃうんだよね。これ1本でおいくらだったっけ。3500円ぐらいかな。3500円。ちょっと高いイメージだったんだけど、でもこれ見ると、いや、安いでしょこれ。結構ほら、すごい量ですよ。すごい。楽しみだね。手のひらサイズの牛タンだ。あれさ、圧縮されてるっていうか、ギュッてなってるからだけど、うん、ビニールから出してほら、広がると一番先っぽでも結構な大きさですよ。本当はですね、牛タンは分厚いので硬くなってしまうので、叩きとかで叩くみたいなんですけれど、叩くものがないんでね、今日はこうやって切っていきたいと思います。はい。すごい量になりました。岩塩でやっていきたいと思います。すごい量だね。いいね、こんなになっちゃったね。すごい量です。ちょっと胡椒ガリガリいきます。ガリガリ。ちょっとね、味が染みとくようにやっていきます。はい。せーの、重っ。待って。たまらん、これ。あ、すごいね。最後。うまそうっす。先輩美味しそうっすよ。はい、お腹がギュウギュウになってる。ほら、ジュー。はい、焼けました。上手に焼けました。はい、できました。豪華な牛タン定食です。肉祭りや。はい、それではいただきましょう。いただきます。よし、食べよう。自分も箸を持て。お、いただきます。ね、歌いあります。う
はい、ではいただいてみます。豪快牛タン丼、うん、これどうかな、硬いか柔らかいか、いただきます。はい、硬いと思う。めっちゃ筋張ったね、今の。ちょっとどうかな。うん、はい、もうちょっと塩欲しい。厚みがあると、うん、食べ慣れた牛タンとは全然別物です。はい、めっちゃ美味しい。あの味濃厚だねこれね。うん、裏とはまた違うね。ステーキとはまた全然違う。でもね、焼きすぎると油が全部出て硬くなるらしいから難しいんだよ。歯ごたえめちゃめちゃいい。うん、ザクザクいと、うん、美味しいねこれね。うん、大変美味しいございます。はい、うん、味わい深い。美味しい。うん、よかった。やっぱりね、フォークとナイフはあった方がいいかもしれないです。これステーキだね、牛タンというよりね。美味しいです。大変美味しいございます。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。